草津は、東日本旅客鉄道が主に、上野駅長野原草津口駅間を、東北本線、高崎線、上越線、吾妻線経由で運行する特急列車である。本校では、吾妻線で運転されていた、優等列車の遠隔についても記述する。東京都から、群馬県東郡草津町にある、草津温泉へのアクセスとして、1960年6月に、 臨時準急列車として上野駅長野原駅間で運転を開始。1962年6月に定期列車となり、1966年に急行列車になった。1985年3月に特急列車化されている。列車名は草津温泉が由来となっている。2016年3月26日現在、全区間。 全列車7両編成で1日に往復運転している。下りは朝ラッシュ終わりから昼にかけて、上りは午後の日中時間帯に設定されている。また、3連休時や年末年始などはさらにに往復運行される。土休日の31.32号を除く列車は2010年12月4日のダイヤ改正で水上の定期運転が廃止されるまでは、 上野駅から新前橋駅間で特急、水上と並結した14両編成で運転されており、その後も上野駅から新前橋駅間で14両編成による運行が行われ、いずれの場合も新前橋駅で増解決が行われていた。2012年3月17日のダイヤ改正で、草津の14両編成の運用が廃止された。なお、分岐点である。 渋川駅ではなく新前橋駅で水上ゴートの増解決を実施する理由は作業要員の合理的な配置を行うためである。過去には全車指定席の臨時列車、草津白根が運転されたことがあった。末期には年間を通じて土曜休日のみ定期的に運行していた。2015年11月には大船駅発着の臨時列車が運転され、 2016年1月2月にも停車駅を減らして、同ルートの臨時列車が運転されている。利用者減少のため、2016年3月26日のダイヤ改正をもって、長野原草津口駅万座、風ざ口駅間の定期運転が終了した。今後は臨時列車のみ、万座、風ざ口駅に乗り入れる。2017年3月4日のダイヤ改正で、 停車駅の統一が行われた。上野駅長野原草津口駅間上り、2時間19分から26分、下り、2時間15分から2時間25分定期列車では、大宮総合車両センター所属の6 5 1系1 0 0 0番台が、使用されている。2014年3月15日のダイヤ改正前は1 8 5系2 0 0番台が使用されていた。なお、 185系を使用していた2013年3月16日のダイヤ改正により、グリーン車の位置が6号車から4号車に変更されていた。180号系、新特急草津、草津白らね、あがつま、草津、草津、水上の、平結草津号50周年のヘッドマークを取り付けた、OM03 編成リゾート山鳥を使用した、リゾート草津。 ありがとうございます。